と、ファイナルファンタジー12実況プレイのパート4ですね。南のギータ草原に行ってクレセントストーンを復活させます。また新しい敵が。一人で頑張るよりもとにかく先に進んでしまった方が楽ではある。あっても使えんのじゃ。スローは一応使えるっけか。うん、ラバナスタから太陽石を探しに。太陽石はその名の通り太陽の力が満たされた石です。明かりや熱源として使うことができるのですよ。太陽石のことは全てマシュンに任せてあります。彼女は黒水晶の前にいますよ。このテントの裏に大きな黒い岩があるでしょう。あれが黒水晶ですよ。黒水晶は、ギーザ草原でしか見られないの。太陽の光を岩全体で吸い込むためにあのような真っ黒い色をしているのです。なるほど。草原の黒水晶でも見に来たのかい？この暑さ、慣れないものには厳しかったろう。なるほど、お前は太陽石が欲しいんだね。太陽石はギーザ草原でしか手に入らない貴重な石だ。悪いが、安易によそ者へ渡せるものじゃないよ。石は私たちの生活の糧でもあるんだ。だが、絶対に渡すなというわけでもない。ちょっと事情があってね、聞いてくれるかい？はいはいはい。太陽石を作るのはここの子供たちの仕事でね。草原にある黒水晶を回って、その光を影石という石に吸収させるんだ。実はジンという子が草原に出たまま戻っていない。今、太陽石の元になる影石は、その子が皆持っていってしまっているのだ。わかるだろう？ジンを見つけて集落に戻りを伝えてくれないかい？その代わりジンが作った太陽石をもらって構わないよ。草原の南でジンの姿を見た子もいるらしい。ここの子供たちに話を聞いてみるのもいいかもね。なるほど。パネロだ。なんでお前がいるんだよ。それこっちのセリフだよ。どうせまた無茶するつもりでしょ。何でもないって。本当に無茶しないんだったら私がついていっても大丈夫だよね。は？遠慮しなくていいよ。ミゲロさんはパーティーの支度で王宮に行ったから。私今日はもう仕事ないんだ。ほら行こうよ行こうよ。おーし、アンネロが加わった。パンネロね。パンネロはですね、まあ、本作の二人目の仲間ということで、まあ、バーンに比べて近接的な部分がちょっと弱いんですけれど、魔力が比較的高いキャラクターになっていますと。ただ、その武器の扱いがとにかく苦手で、まあ、ほとんどの武器の、その、動作がちょっと遅いということでね、武器攻撃にはまあ、あまり期待はできない。期待できない苦手って言っても本当に僅差なんでそこまで気にすることではないんですけどね。なんでまあ魔力の高さを生かした育成をしていきたいので、まあ、今回パンネロは白魔導士でいきたいなと思います。はい、回復補助ができるようになりました。魔装備も初期習得してるね。
ロッド装備、いいね。解放しとこうかな。うん、ケアルが使える。なんかめっちゃ持ってる。何が売っていいんだっけかな。うん、あ、売っていいか、とりあえず。テレポストは残しましょう。オッケー、オッケー。さあ、じゃあ探索していきましょう。ちょっと待って、バン。ギータ草原って野生のモンスターがいっぱいで危ないからこれを持ってきたの。あ、助かる。パーティーメンバーがいれば今まで一人でやっていたことをパーティーメンバー同士でやり合うことができるの。つまり自分と同じように仲間に対してもバトルコマンドで自由に行動が選択できるってわけ。私は自分で考えて戦うけど、バンが命令してくれたらその通りに動くわ。覚えておいてね。仲間のバトルコマンドを選べるようになった。リーダー切り替えができるようになった。あとね。もし私が勝手に戦うのが嫌だなって思ったら私のガンビットをオフにしてみて。そしたら私が自分で考えて戦うのをやめてバンが命令してくれるのを待つわ。バンが自分のガンビットを変えることもできるのよ。コマンドを決定するのが面倒な時とかは便利よ。ガンビット、このゲームの醍醐味的な部分ですね。そしてプレイヤーを暇にする要素です。悪い言い方しちゃってますけど。ねえバン、ジンクがいるのは確か集落の南で来たわ。じゃあここから回り込むように進めば OK だね。そしたら、あ、そっか、まだオンオフができるだけで、細かい設定はできないのか。はい。なんかでかいのが、よし、いいね。魔法ありがてえな。やばそうなのいる。さすがにまずいよな。やだ、はい、
あれもしかしていける？いけそう。強いけど。ブライン魔法拾ったな。スローあったからな、スロー覚えさせてもいいかもしんないよね。もしね、めんどだ。えい、おいおえおえ。疲れ。いた。俺がジンだけど。え、マッシャーが集落に帰るように、帰るに言って？参ったなぁ。もう大丈夫かなぁ。ダメだ、痛くて走れそうにないや。太陽石を作らないといけないのに、あいつら。モンスターに追いかけられて転んじゃってさ。あと一個作れば終わりなんだけど、仕事途中で帰るのも悔しいし、少し休めばなると思って休憩してたんだ。ところでわざわざ俺を呼びに来てくれたの？はい。なるほど、兄ちゃんたち太陽石が必要なんだね。そのために俺を探しに来たんだ。マッシュアがいいって言うなら影石をあげるよ。けど俺まだ走れそうにないから、太陽石は兄ちゃんたちが作ってくれる？安心して、ちゃんと作り方説明するから。太陽石は影石と黒水晶から作られるのは知ってるでしょ？はいはい。それが影石だよ。黒水晶は草原にたくさんあるからわかるよね。小さいけど俺のそばにあるのもそうさ。大きな黒水晶の中には日差しを浴びて強く光るものがあるんだ。ほら、あそこに光ってるの見える？今渡した影石に輝く黒水晶の光を当てて、そうすると石にエネルギーが溜まっていくのさ。光る黒水晶は草原に4つあるんだ。わからないときは辺りを見回してみて、ピカピカしててすぐにわかるから。1つの黒水晶で貯められるエネルギーは光を当ててみなきゃわからないんだ。うまくいけば全部回らずに済むよ。で、画面右上のゲージがエネルギーの溜まった量、満タンになると影石が太陽石に変わるよ。頑張って貯めてね。太陽石ができたら持ってきて、石がちゃんとできてるかどうか見てあげる。そうそう、黒水晶の場所はマップにも書かれてるから、後でチェックしてみるといいよ。俺ここで兄ちゃんたちを待ってるからね。はい。じゃあ回ってみましょうか。一気に 40%。 ではでは、
です。やあ、えい。くそ。あ、どうかな。はいはいはい、あと 26%。 結構たまたな、この分なら持ってる、早くできそうだ。技術創業の子たちって毎日こうやって仕事してるんだよね。まあまあ見習ったら。あ、次のクロスステーション行くぞ。ごまかした。そういえば、西ダルマスクか。オンにはできるけど、まだそんなあれだな、いろいろ勝手にはやってくんないね。細かい設定してないもんね。入れてると、よし、なんだかんだ3箇所もあっちゃったな。エネルギーがいっぱいになったぞ。これで完成だな。戻ってジンクに見てもらいましょう。うまくできてるといいね。よし、ジンのところへ行くか。オッケー。お、太陽石できたんだ。うん、大丈夫だね。兄ちゃんたち集落の人間じゃないのにやるじゃんか。俺たちマシュアからウェアウルフに近づいちゃダメっていうきつく言われてたんだ。でも度胸試しだってみんなで。最初は冗談半分だったんだけど、人とか草原の子供はモンスターなんて恐れないなんて言うからさ、俺もついムキになっちゃって。大人たちには内緒だよ。さてと、足も治ってきたみたいだし、一緒に集落に帰ろっか。ダッシュで帰るから、ちゃんとついてきてね。はいはい。ジンが無事帰ってきたよ。優しい子だけど、少しぼんやりしているから心配だったんだ。お前にもいろいろ迷惑かけたみたいだね。ありがとう。ほい。太陽石はジンからもらったんだね。お前の役に立つといいな。ありがとう。結構たまったな。メイス解禁しとこうかな。
でもこっちでもいいな。デバフね。じゃあ帰ろうかな。外せるかな。したのって結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。じゃあお店戻ってるね。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。バン、お願いだから危ないことはやめてね。やだよ、怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ。ならいいんだ。じゃあね。ごめんな。うん。では。おほう、本当に太陽石を手に入れおったか。ほれさっさとよこさんか。約束通りあれに魔力を戻してやろう。さて、王宮に忍び込む方法じゃがな、まず五番倉庫に行ってみ。あそこに扉が二つあるじゃろ。右の扉はお前がよくネズミ退治をやっとる場所に出るが、そっちではない。左の扉からガラムサイズ水路に降りるんじゃ。水路は王宮につながっとる。奥に王宮の通用口へと続く階段があるはずじゃ。そこから中へ入れるじゃろう。しかしただ王宮に入るだけでは宝なんぞ手に入らん。むしろ王宮へ着いてからの方が大変じゃ。王宮の宝物庫は秘密の扉によって隠されておるからの。そこで役に立つのがこのクレセントストーンじゃ。秘密の扉を開くのに必要な魔力が宿っておる。よいか、バン。紋章は太陽の力を欲し、秘められた道を与える。この言葉、忘れるでないぞ。王宮に入れたら、まず紋章を見つけるのじゃ。そこへ太陽の力を注げば、導きの光が差すじゃろう。じゃが忠告しておくぞ。もし捕まればナルビナの監獄に放り込まれて死ぬまで牢で過ごすことになるんじゃ。そうじゃな。とにかく今夜はやめておけ。忍び込むのは一晩じっくり考えて覚悟を決めてからにせえ。同時刻ラバナスたちかガラムサイズ水路。3班から6班まで到達、待機しています。今のところ帝国には気づかれていません。残りの人間を急がせろ。日没までに配置を完了させるんだ。は
待って。まあ続きも気になるところですけれども、いいお時間となりましたので、ここいらで一旦一区切りにしておきます。まあ外でね、ある程度戦うこともできて、多少はね、強くなれたかな。そうだな、今後ライセンスはとりあえずメイス取りたいなってのと、ここにレザーシール盾があるんでね、これも早めに回収したいですね。うん。あ、でもダークとかもあるのか。そうだな。まあちょっと盾取りに行く流れにしておいて、あとは状況に応じてだな。ダーク取ってもいいかもしれないけどね。うん。まあ武器、装備系のね、要素は、この装備、新しい装備が出てから取らないと多分あんまり意味ないと思うんで。まあじっくりやっていこう。よっしゃー。はい。と、では、ファイナルファンタジー12実況プレイのパート4、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。